このチャンネルは映画についてうだうだと語るチャンネルですツイッター、Twitter、の方を始めました概要欄にリンク貼ってますので、えー、よろしければフォローの方よろしくお願いします第66回目は、えー、2つのコーナーに分けてお送りしますまず1つ目 イノセンツネタバレなし感想二つ目二千二十三年八月に見たい映画になりますそれではまず一つ目イノセンツネタバレなし感想になります監督のエスキルフォクトさんっていう方はあの去年見た映画で私は最悪 いう映画があったんですけどそれの脚本を担当されていて私は最悪面白かったんでねで興味があったというのもあるしまあ子供たちの超能力もんやっていうことで、まあ、そういうジャンル好きなんでねんもともと行くつもりはなかったんですけどちょっと時間が空いたんで、えー、行ってきました。 ちょっと不勉強で読んでないんですけどもあの大友克弘さんの「ドーム」っていう漫画にかなり近い内容だそうで実際監督も参考にしたとおっしゃってるんだよね。子役の演技が全員素晴らしくてね。うん。ままし細かいところまで 言いませんけども、うん、国王の映画らしい非常に繊細で抑制の効いた演出が良かったですよ。うん、日本のねこういったジャンル映画や漫画原作の映画は結構泣いたり叫んだり。 派手な演技になることが多いようなイメージがあるんだけども、これぐらい抑制の効いた演出、演技でされたら、すごくリアリティがあって、帝王さんでもここまでできるんだなっていう、すごくいい見本だなと思いました。超能力の描写もね派手ではないけども、細かくてリアルで大変良かったです。 よかったら見に行ってください。二つ目。八月に見たい映画になります。まずはね。こちら。リボルバーリリー。ええー。幸久大佐を監督。で。主演が綾瀬はるかさんと。長谷川博樹さんっていう。千九百二十四年の。東京を舞台にした。 あんまりねあんまり内容は分かってないんやけどなんやろな殺し屋の話なのかな綾瀬はるかさんの立ち姿がかっこよくてねアクションもできる俳優さんなんですごく期待しています、はい、8月11日公開ですね,ね8月11日結構ね重なっててね次に見たいのが こちらクエンティン・タランティーノ』映画に愛された男ということでタランティーノさんの今、えー、にまつわる役者さんたちのインタビューをまとめたドキュメンタリーみたいな感じかな。うん、この映画についてはまた 動画を上げたいんでその時に、えー、私の好きなタランティーノ作品なんかのお話もできたらなと思ってます。次はね「バービー」これは見ようかどうか悩んでてね正直あんまし興味はなかったんやけども確かに今アメリカで。 大ヒットししてるでしょほんとねまあ「バービー」っていうのはその日本でもある「奇世界人形」の映画化やなんだけどもアメリカでは「オッペンハイマー」っていう原爆を開発した男の子の絵描いた作品と同時期の公開でなぜかそれを2つセットで見るっていう見方 がバズってるみたいでバーベンハイマーっていう風な呼び方でオッペンハイマーを見たらバーベンを見るバーベンを見たらオッペンハイマーを見るみたいな見方がなんか流やってるらしいんよ。でオッペンハイマーはその内容的にもね原爆の開発者ということで日本にとってはセンシティブな話やからまだいつ公開か。 未定なんだけどもバービーは、まあ、今月公開されるっていうことで内容もこの主人公のバービーとこのバービーのボーイフレンドであるケンの2人が人間の世界にやってきてケンっていうこの人は。 バービービのボーイフレンドでしかないっていう役回りの人形さえねんけども人間の世界にやってきて自害に目覚めるっていうかなんかそういう話らしくってそれはそれで面白そうやなと思って,て思ってるんやけどなんかオッペンハイマーとバービーを見たファンの人たちが SNS 上でバーベンハイマー のパロディのポスターとかをデザインして拡散させてるんやけどもそれがバービーさん演じるマーゴット・ロフィーさんの髪型がキノコ雲になってたりバービーとケンの後ろで核爆発が起きてたりちょっとね 日本人としては面白くない不愉快な画像が拡散されてるわけよ。でまあそれはそれで、まあ、SNS 上残ってるからまあしゃあないっちゃしゃあないんだけども公式サイトがそれを容認するようなコメントを出したってことで日本人がからはすごく批判が上がってるんよね。 まあ、まあ、映画の内容とは直接関係ないんやけどもだから作品に罪はないとは思うんやけどもうんどうなるんやろうねまだそのネット界隈でしか話題になってない話なんかなとは思うんやけども今後公開されていくにつれてどういうふうに転がるのかちょっと見ものですはいちょっとま,まだ見に行くかどうか考え中です そしてこれが本命なんですけども「クライオン・オブ・ザ・フューチャー」待望のデビッド・クローネンバーグ監督の新作これもね動画は上げさせてほしいと思うんでその時はね、えー、クローネンバーグさんの別の作品についても 言及したいなと思ってますうん。クローネンバーグさんについてちょっとだけ触れとくとあのー、大概の作品でクリーチャーが必要ないような作品でも、えー、作り物感のある特殊メイクを、えー、出してくるのよ。例えば「クラッシュ」なんかも好きな作品やねんけども。 特殊メイクはそ,そう必要ない映画やねんけども車で事故して手術した縫い目の跡なんかが明らかに特殊メイク的な造形感にあふれてってねこの「クライム・オブ・ザ・フューチャー」は久々のエ f セーやねんけどもこの画像を見ても分かるように明らかにねこの特殊メイク感を出してきとって。 うん、CG は使うんかなできたら使ってほしくないねんけどもそのあたりも注目していますす、はいうん、今回はここんなところですかねもしかしたら突発的にまた他の映画見に行くかもしれませんけどもまたその時はその時で、えー、ショートは上げていきますし、はい、また、えー、楽しみにしていてください。 それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いいたします。毎日暑い日が続いてますけども、皆さん熱中症にならないように気をつけてくださいね。休みの日は涼しい映画館に行って進みましょう。